仙光寺は、京都府京都市西京区、嵐山中尾下町にある大幕集計の単立寺院。三号は嵐山、次号は詳しくは、大比較仙光寺と称する。本尊は、絵心創図作と言われる千手観音菩薩。江戸時代の豪商、角倉領位の木造があることで知られる。境内にある、切り立った岩肌に立つ、舞台作りの観音堂は、大比較と呼ばれるため、 寺そのものの別称も大企閣と呼ばれる。先光寺所蔵の門倉領域木造この寺の創建年代等については不詳であるが、当初は現在の佐賀清領寺の近くにあり、五佐賀天皇の祈願書であったが、長らく衰退していた。江戸時代初期の慶長19年、合商、門倉領域が大井川を改作する工事で亡くなった人々を弔うために佐賀の中野院にあった。 先行寺を現在地に移転させた。元は天台宗であったが、文化5年に大爆州に改修した。明治維新で一旦衰退した後、大規格以外や境内を失った後、徐々に本堂などを再建したが、1959年の伊勢湾台風により大きな被害を受けた。本堂も大規格も屋根の多くが飛び、仮補充でしのいできたが、1978年に、 本堂は解体された。その後現在の仮本堂や仮くりが建てられるが、小規模なプレハープ建築である。大企画も長らく仮補修の状態で、舞台作りの建物は金属ワイヤーで支えられ、ワイヤーを隠すため床下の木組み部分を工事用の白いシートで覆われ、欄干部分に出ることはできず、窓の部分にはワイヤーが X 字に交差して、 風景を邪魔する状態が長く続いた。2012年になり正式な改修工事が行われ、大比較は元の姿を取り戻した。現在の大比較は、保津川の改作を計画した角倉良医や、その一族で人工機の著者の吉田光津吉にちなみ、そろばんや数学、理学工場の寺ともされている。ありがとうございます。